メアリー・フレイザー・タイトラー、メアリー・シートン・フレイザー隊、または、メアリー・シートン・ワッツは、イギリスの女流工芸家、デザイナー、並びに、社会改良家。メアリー・フレイザー隊は、チャールズ・エドワード・フレイザー・タイトラー、オブ・バルナイン,アンドオルドーリーの娘として、インドに生まれた。しかし、幼少時を過ごしたのは、スコットランドで、1860年代には、イングランドに移り住んだ。最初メアリーは、 肖像画家として有名になった、女流写真家のジュリア・マーガレット・カメロンら、ワイトシマ・フレッシュウォーターのコミュニティと親しくし、そこで、象徴主義画家のジョージ・フレデリック・ワッツと出会い、1886年11月20日、サリー州エプソムで結婚した。夫・ジョージは69歳で2度目の結婚、妻・メアリーは36歳だった。結婚後、メアリーは、ケルトや、アール・ヌーボーの分野で、 朝浮き彫り、土器、金属加工、織物と広範囲にわたって仕事をした、夫・ワッツと共にサリー州コンプトン近郊のリマーシリースという家に移り住み、その地でコンプトン土器ギルドや美術工芸ギルドを再設立した。1895年、ワッツイハイドをデザイン、建設、さらに夫の作品を保存する、ワッツギャラリーも建設した。 メアリーはコンプトンドキギルドのための粘土造形並びに、ワッツイハイドを建設のための労働者の育成と並んで貧困にあえぐ人々が地域の手工芸保護の仕事に雇用されるよう努力した。メアリーは誰でも機械を与えられさえすれば美しいものを作ることができ、誰でもその中に自分自身を創造的に表現した工芸品を持つべきだと確信していた。また、 メアリーはケルト様式、つまりスコットランドやアイルランド固有の芸術表現の復活を支援した。具体的には渋滞会社アレクサンダー・モートン社のためにこのスタイルの絨毯をデザインできないか打診した。モートン社は社会改良団体アイルランド密集地区委員会と提携してアイルランドのドニゴールに工場を設立し、 生計を立てる機会に全く恵まれなかった土地の女性たちを雇用した。メアリーは自由ケルト様式を提唱した。ケルトリバイバルを心に描いて作られた絨毯、本の装丁、金属細工、織物は自由のためのワッツイ廃道でのメアリーの初期のデザインに基づいている。ありがとうございます。